見えてきた。フェニックスゲートだ。あれが。あそこで俺は。明るいところで見るの初めてだ。行きましょう。あの日にもう一度。何か分かればいいよね。え？クライブ。何？あいつは真実を握ってる。追うんだ。うん、追うけど、テイが今どこへ行った。隠れる場所なんて。消えたりできる。未来行ったり過去行ったりできるのかな。何なんだろう、謎だらけ。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで死んでるの。ここに案内したのかな、もしかして。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。ああ、だからフェニックスゲート、この扉の向こう。まさか。え、フェニックス以外も。フェニックスはもういないんだぞ。行けるの？俺ならいける。え、でもフェニックスは祝福しかないよね。いけちゃう。いけた。なんで、どういうこと。ああ、すごい。何これ、神秘的。開いちゃった。フェニックスの祝福。祝福でもいいんだ。クライブ。ああ、行こう。どう見ても案内されたよね。うわあ、しまっちゃうの？閉じ込められた。どうやら行き止まりだ。え？行き止まり？クライブ、これって。どれ？これって？あ、なんか黒い。なにこれ。いつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。なんでこんな黒いの。さあ、俺も初めて見る。どういうこと。中央にいるのは神様ってとこか。神様。ここが典型の間。なんだこれ。どの召喚獣にも見える、見えない。何？止まってる。これたまになるよね。びっくりした。お前は何者だ。火の召喚獣のドミナント、それとも。ここにいるの辛そう。何時だ。
やめろ。ダメだ。やめろ。やめろ。俺はこうして女子を女子は俺を頼ってくれた。祝福を授け僕を守ってって。守らなきゃならなかったあの日も。兄さん、あ、ジョシュア、すまないジョシュア、守ってやれなくて。ジョシュアは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることでどこかで他人事のようにこの事実を受け入れてしまえば思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。自分と戦うの？たとえ残酷な現実が待っていようと、俺はあがき続ける。そのために自分を受け入れて前へ進む。
なるほど。まだ足りないって言いたいのか。まだ足りないの。頑張れです、頑張れです、頑張れです。なんです、頑張れクライブ、頑張れ。うわー、足、頑張れ。あ、心配か。大丈夫、逃げたりしないさ。何？あ、消えちゃうの？やめて、消えないで。一緒に行こう。過去のクライブ、少年期のクライブが。入れろ、過去。自分のすべてを。なんだあれ？あ、リミットブレイク。リミットブレイク。来た、リミットブレイク。うわ、わ、わ。音楽、かっこいい。前へ進むと。やばやばやばくない、ちょっとやばやばくない、さすがに。来た、すべき存在、エトクセよ。誰なの？あ、笑ってる。何？クライブ？どうしたの？そんな一瞬の出来事だったの？ジュン。なんでもない。大丈夫だ。なんでもないように見えないよ。もう逃げはしない。うん。ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。
俺は自分が火のドミナントだと分かってからもその事実から逃げ続けていた。だけどここへ来てようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くしジョシアを殺した火の召喚獣、あれは間違いなく俺だった。クライム、いやそれだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ、なぜ火の召喚獣が2体もいるのか、なぜそれが俺に宿ったのか、そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。うん、なぜここに。あれまた別の人なんだ。あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままではヤツに。ヤツ、ね、これ絶対何か起きてるでしょ。いや怖いな本当だ。いやね待って、大丈夫ね、ちょっと待ってね、ちょっと絶対待って。炎見えるけど大丈夫ね。炎と煙見えない？ちょっと待って、怖いんだけど。炎と煙見えませんか？うわ最悪。これはそんな、どうして。最悪、嘘。貴様ら一体何をしている？マジか。生き残りだ、しんどい。新皇后アナベラ陛下のご命令だ。うわアナベラ、ここのベアラードも村人ごと焼き尽くせ。最悪。アナベラ、アナベラなの？これは母上だ。最悪だなアナベラ。分かってる、俺はこいつを倒す。倒したけど怖。行くか。わあ音楽やだこれ。みんなは、うわもうこれ。ああもう最悪。遅かったか。ガブ、ガブ、クライム。いやいや、ナベラやばいな本当に。もう分かってたけど。そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府のやつら、ベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。いやもっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くそ。母上はベアラーを疎んでいた。すごい疎んでたね。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちで。ああ。ガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。
だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。わかった。いやちょっと、なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。企んでた。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、丁重に弔っておきます。すまない、頼む。相変わらず賑やかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。何書いてるの？それで旅の収穫はあったのか？なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。変わったクライブ。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえどんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな、誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。うん、難しい。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。あ、俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。もうふぬけじゃない。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるならこいつが大真面目にできるってもんだ。何するの？あ、音楽がちょっと、あ、前向きなやつになった。ラノも言ってたな。何をするつもりなんだ。ザンブレック公国、そのコートオリフレムに潜入。潜入？マザークリスタルをぶっ壊す。壊す？マザークリスタルを壊す？いや、その前にシドの場所バレそう。宣告？あ、オリフレム、ここに侵入したいんだ。ホワイトウィルム、ちょっと白くてしわからない。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。ここ数年の黒の一帯の広がりは蒸気を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。何？この声は重要なキャラの声。何？ゲイか。あの人の。手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで？自治領？お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たん。そうおっしゃいましても、条約を犯すことを犯して自治領を攻める必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。
田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、ご賢人が聞いて呆れる。言うね。我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論。民あっての国、国あっての我々、我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかし芸家、芸家、どうかお考え直しを。大丈夫、これ、なんか。今こそ塩である。塩？クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。条約を破って攻める。神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。神のご意志、今のとなれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ。ことの支度を急げ。なんだ今の、この人。黒の一帯がどんどん、ご賢人って言ってたね。ディオンはどうしている？ああ、やっぱディオン、顔似てるよね。大阪峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん。戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。